MLB 打者大谷翔平封じに満足。敵捕手が対策の一体披露。資料山ほど見た。敵捕手ルクロイが明かした大谷対策スカウティングレポート山ほど見た。エンゼルスの大谷翔平が29日日本時間30日。 今季開幕戦となった敵地でのアスレチックス戦に、8番 DH でスタメン出場し、初打席初安打デビューとなった。一方、その後は快音を残せず、5打数1安打1三振。チームも、延長11回の末に5、5の6でサヨナラ負けを喫した。試合後、昨季までレンジャーズで、 ダルビッシュ有投手、カブスの女房役だったアスレチックスのジョナサン・ルクロイホッシュは、低め勝負で大谷封じに成功したことを明かした。大谷が、メジャー初打席の初球で見せた。1点のリードを奪った直後の2回西一塁。ここで、相手先発ワングレーブマンの初球を捉えると、打球はライト前に抜けた。 期待のスターにふさわしい初打席初安打で敵地にも拍手が沸き起こった。一方、その後は出塁できず、第2打席も強い打球を放ったが二ゴロとなり、その後は一ゴロ、二ゴロ、ガラブリ三振と4打席連続で凡退となった。アスレチックスのスタメンマスクをかぶったルクロイはこれらの打席について、 別に、大谷との対戦に関して難しいことはなかった。山のようなスカウティングレポートがあったからね。スカウティングレポートに沿って投げてもらったよ。内容は聞かないでね。秘密だよ、と語った。昨年のワールド・ベースボール・クラシック WBC では。 アメリカ代表の一員として優勝にも貢献している31歳は彼の印象でかいね。スイングは強烈だ。フライに持っていくパワーもある。そこまで多くの試合を見たわけではないけれど、自分たちと対戦しない試合でパワーを証明してくれると嬉しいね。我々は失点するわけにいかないからね、と。 冗談交じりに長打力を警戒していたことを明かした。大谷との対戦へ入念な分析、彼のホームランはたくさん見た。チームから提供されたスカウティングレポートを山ほど見たというルクロイの選んだ対策は低め勝負だった。ストライクゾーンの低めにボールを集めた。高いボールは持っていかれてしまう。そうなれば、 ホーームランでダメージを受けてしまう。だから、低めに集め、アウトを取れた。初打席の初球では、91.5マイル、約147キロのカットボールが、甘いコースに入り、大谷にツーされた。だが、4回の2打席目は、2球とも低めに集めて2頃に、見打席に。 低めのボールを打たせて1ゴロに仕留めた。ルクロイは、第2打席以降、狙い通りのリードで大谷を攻む、抑え切った。分析した打者、大谷のスカウティングビデオには、5年間で48本塁打を放っている日本ハム時代の映像も多かったという。彼のホームランはたくさん見たよ。 打席での打ちミスもたくさん見たんだ。メジャーも一緒だ。投手が執刀すれば、その代償を払う。今日だけじゃなくて、将来的にも、彼に対してミスを犯さないことが大事だ。2014、16年にオールスターに選出されたルクロイはこう語った。二刀流のスーパースター相手に、 低め勝負という戦略もそうし初戦勝利を手にしたアスレチックス大谷は今後、緻密な対策を練る戦略かルクロイの上をいけるだろうかいいいかかがでしししたたよろしければチャンネル登録をお願いいたします。新しいお話を追加していきますのでぜひまたいらしてくださいね